私の名前は、塩田正弘です。生年月日は1988年7月2日、今年34歳になる年になります。ここは、東陽町という場所にありまして、江東区にあります。僕も小さい頃はスポーツとかしてましたけども、必ず勝敗が生まれると。で、負けたものは、結構落ち込んだりするんですけども、武道と言いながらそういう勝敗を決める武道も結構あるんですけども、合気道の場合は、もちろん試合もないですし、勝負もしないんで、自閉症の子でも、健全な子でも一緒にこう成長できるっていう場がありますね。私の祖父は、塩田剛造と言いまして、世界的にも、有名な、武道家として知られており、YouTube とかでも、マイク・タイソンであったりとかロバート・ケネディのボディーガードの、一緒にこう組んでる動画もあって、武道の中では結構知られてる存在なのかなというのと、日本ではその漫画のキャラクターにもなっており、その漫画がすごい有名で、結構そうですね、間接的に知られてるような存在ではあると思います。すごいいい質問ですね。やっぱり塩岳っていう名前が知られているので、相川さんの道場に見学をさせてくれって言われたらやっぱり断られます。どこも断られてしまって、また僕も YouTube を始めたんですけども、その YouTube 出ることで塩田剛造の名前を汚すなであったりとか、もう恥知らずみたいなことは言われています。ただ、それよりも、僕は別の流派を学びたいというか、合気道を知りたいって思えば、そういう言葉もちょっと気にならなくなってきたので、そうですね、自分の心に従ったっていうだけですかね。いろいろ言われました。本当に言われましたけども、今も言われますけども、気にしないで学びたいことは学ぶ。そうですね。はい、ではちょっともう一つ話題ですね。ただ下がるだけ。よくあるパターン、こうやって最初からコテを持ちに行こうとする、はい、来てくれないって感じになる。ただ歩けば自然とコテに入るですね。見て覚えてくださいよ。はい、外す、前足引く、コテ返し。はい、練習しましょう。はい、始めてください。あと10分はこれ。また僕の場合はその別の道場に行って学ぶことも許容してますし、もうどんどんやっぱりいろんなことを学んできていただいて、またそれを僕にも教えていただきたい。なのでもう先生というより仲間という感じでやっているので、結構和気あいあいですし、また先生に質問するってことは昔でもやっぱりタブーではあったんですけども、そういう環境はやっぱり僕の中では嫌いなので、どんどん質問してほしいっていう感じでいますし、それは大人でなくても子供も一緒で、子供も僕にもどんどん質問してくれるような環境を、整えているつもりではありますね。先生に礼。ありがとうございました。先生に礼。はい、先生に礼。先生に礼。お願いします。では立ってください。はい、一緒に立ちます。1、2、3、4、5、6、7。まず自覚ですね。日本の社会は、周りと同じことをやっていれば、生きていけるような時代なんですけども、環境なんですけども、でも合気道をしていると、自分の体がどうなっているのか、まず自分を知らないと合気道って上手くならないんですよ。そこを一番重要視してます。型だから同じようにやっていれば確かに段を取れる部分はありますけども、そこではなくて、実際いろんな人と触れ合うわけですから、今その人とこう触れ合ってる時、自分がどういう感情を抱いているのかとか、自分のどこに力がかかっているのかとか、まずその自覚しないとうまくならないので、そこが一番重要視してますね。子どもの場合とかですと、例えば今のこう日本の教育だと、平均化をさせられてしまうんですよ。
数学が100点だったとしても国語が0点だったらもう国語50点に上げるためにここを伸ばす、数学を伸ばすっていうわけではなくて、そういう教育なんですよね、日本の。なので、私の道場では、正直その子供は体力差もあるし、まあ、自閉症の子だったり、まあ、学力障害の人もいますけども、その人たちも一緒に成長できるように、まあ、競わせないですし、また限界を決めつけないような、トレーニングをしてます。